はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、排水溝にやってきました。レシプラソ大活躍でございます。発力ですね、電動ハンマーも使いたいけどコードが届かないんですよって言ったら、ポータブルの発電機があるけどあれじゃダメなんですかって、それだと思って今度やりますすっかり忘れてましたさすが皆さんの方がよく分かってらっしゃると思って、ガス管挿して電気を作れるってやつ、あちらがあるのであれを使ってですね、今度発力ちょっと持ってこようと思います。で、あれが刺さっちゃうと抜くのが大変ですよっていうご意見もありましたので、まあ実際今まで私たちも土を柔らかくしたりとかコンクリをちょっと砕いたりとかっていうのでしか楽しさ使ったことなかったから、こういう竹の、ね、根っこに対してどれぐらい有効なのかっていうのを、まあ、やってみたことある人なかなかいないと思うのでちょっとね実験がてら、まあ、やってみれればなと思ってます。今度ちょっと楽しさの手が入った時に一緒に作業ができればなと思います。ちょっと間が空くかもしれないですけど、またそれを楽しみにしていただけると嬉しいです。どんどん電動の力を使って抜いていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。中間的頑張っていきます。はい、前回ですね、ここまでなんとか途中までですね切ったんですが、バッテリーが切れてしまいましたので、もう中途半端な状態でございます。でもだいぶスッキリした。こんな2回でここまでスッキリした絵面が見れるとは自分でも思ってませんでしたで今日はこちら側とこっち側ちょっと切ってみて、でまたちょっと一段深くひげ根を切り離していければなと思います。ちょっとつるはしがこういう状態ですので、なかなか力を入れられずもどかしいです。なかなか作業しづらいですけど、まあ、できる範囲で緩くやっていきたいと思います。よし、まずは切っていきます。
本にこれがつながってますね。これを切らなかな、まだ。なんでよ、もう私なんでこんな壊すっちゃろ。根元が折れたあーもう最悪。ちゃんと固定してなかったからブルブルしすぎて根元から折れました。あーもうやだる向いてない私、こ電動工具ほんと向いてない。こうやな、まあね、最初に切ったやつ、それがここの太いのにつながってます。これを切るぞ。はねるな。よいしょ。つながっちゃった。じゃあ、はい、残念ながらウシプロの歯を取ってしまいましたのでまたここで中断です。すげえ中途半端、これ超邪魔なんですよね。これあのつるはしで叩いたやつですね。あーもう邪魔、これ邪魔。ちょっとここからはこう下に掘っていきたいと思います。この下に向けてですね、この下からえぐり出すようなイメージで。それでも全然ですからね、こんな丸見えになってるけど全然でございます。でちょっと全然余談なんですけど、ここにタケノコがちっちゃいのがいるんですよね。多分これすげえちっちゃいやつだと思う。でこの間地下茎を掘り出したっていうやつをアップした時に、あの地下茎だけを植えると、あの竹はまあ地下茎さえあれば伸びてくると、タケノコ植えても伸びないらしいんですよ。地下茎付きのタケノコを植えたらタケノコは伸びるのか気になりますっていうコメントをいただいてて、すげえ、あそうやな確かにと思ったので、こいつをちょっと次回取って、これからかな、違う地下茎かもしれないけど、ちょっと取って植えてみようかなと思います。こいつがどんぐらい大きくなるか
それとも枯れてしまうのか、ちょっと興味ありますよね。気になる方はあの地下茎ごと掘ってみたのコメントを見てください。私もね、なるほどと思いながら読んだんですけど、でちょっとね、これちょっと掘り出してみたいと思います、次回ね。じゃあちょっと最後にこの下の方を掘り起こして、周りはですね、まあできるとこまでこうちょっとザク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 と掘って終わりにしようかな。出てる地下茎ですね、こういう切り口、切れ端のところ、こういうところとか、ここにも引っかかるね、これね、こういうのが当たって土もかき出せない、あー大変だ、これは厄介だ。ちょっとね、あのレシプロ突っ込んでジャキ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 って切りたいんですけど、いやレシプロ折っちゃったからな、ごめんなさい。はい、もうほんと壊してばっかり。まあでもあの瞬間、あ、やべって思ったんですよね。ブルブルブルってしたからやべって思ったら案の定でした。あの一応これはタロシンさんが今まで竹切りに使ってきて一番使う部分ですね、そこが刃が欠けてしまうということで、もうなかなかこれが使い切らんから、こういうところで土の中とかでね、用途以外のところで、竹切り以外の用途以外のところで使うようにということでもらった刃なんですけど、それすらも壊してしまった。ないかな、あと1本ぐらいダメにするやつないかな。でさっき私電動工具と本当相性悪いって言ったけど、普通に農機具も壊してますわ。のクワとスコップとあとツルハシとやっちゃってんな。別になんだから壊してるとかじゃないわ、ただ壊し屋さんなんだ。破壊神が降臨してる。申し訳ない、もう嫌になる。あー、まあいいや、楽しかったからね。あまり変わってません。あのもっとね深く掘りたいんですけど、やっぱこのヒゲネネ、これがほんと邪魔する、全然掘れない。だからほんとレシプロで切ってツルハシで叩いて剥がしていくみたいな、その流れじゃないとなかなか厳しい。だから付け根のところは掘れても、その先伸びてるところが全部つながってるから綺麗にポコって掘り起こせないので、まあ、ちょっとねこうザクザクザクっとうまく切れるように剥がるかな。ここ折ったらダメでしょ、ほんと。あー嫌になっちゃう。楽しいさにごめんなさいしてきます。ちゅうかって今日もレシポルでやりましたが、速攻やっちゃいましたので手掘りで行きましたが、あまり変わってません。まあ地道に行きたいと思います。またよかったらお付き合いください。ちゅうかってまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。